はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第102回でございます。で、今回のテーマはとある男の受験の話というのをやっていこうと思います。で、サブテーマが勉強のいいところ、あとは折り返し、そしてここから点点点とね、いった感じで喋っていきますので、どうぞお付き合いください。で、今回は、とある男ってね、言って、俺のことなんですけど、で、俺のある受験の話をします。で、それは俺こんなんだったんすよっていうのをみんなに知ってもらいたいっていうのももちろんちょっとあるんだけど、でもそこではなくって、最近よくもらう相談の中で、こう、受験生ね、大学受験の子も高校受験の子もそうなんですけど、間に合うかが不安ですと。自分がそこまで届くのかどうかっていうのをね、すごくもらえます。例えばこういう今ね、偏差値がこれぐらいでここを目指してます、で、今いくつ足らないんですけど間に合いますかねって、もう私ダメですかね、諦めた方がいいですかねみたいないうのがすごく多いので、それの励みというか、頑張ったらなんとかなんだよっていうのが伝わればいいなと思って喋らせていただきます。じゃあ行こうか。で、これ前も話してるんで、多分ダラダラ上でも話してると思うから、1回目からずっと聞いてくださってる方は同じ話してるって思っちゃうかもしれないんですけど、ちょっと許してそこはごめんね。で、これね、高校受験ではなくて俺は大学受験の話をします。で、大学受験の時に、ざっくり言うと、もともとですね、俺、結局結論から言うと東京学芸大学っていうところに自分行ってるんですけど、 4年生大学のね、でそこ行ったんですけど、もともと専門学校志望で高2の冬ぐらいまで、そう、しかも通知表で推薦で行けりゃいいやと思ってたから、学校のテストは超頑張ってたの、定期テストだけは。だから通知表はすごく良かった、高校は。中学良くなかったけど、めちゃくちゃね。そう。だってそれで行けんだったら楽じゃんと思って、その打算的な感じ。ただ、そのテスト終わった後に復習とか全然しないから、もう模試とかボロボロなのね。そこで行こうとしてなかったからさ。で、そういう感じで行ってたんだけど、その高2の冬に、あと1年後受験だよ。あと1年後受験って時に、そう、夢が変わって、教師になりてって思ってね、その高校の時の恩師、もう一番信頼して、今でも一番の憧れの先生なんだけど、その恩師が。その先生の影響でなりたいって思って、その先生に相談したの。で、うちは家計の事情とか、お金的な問題もあって、私立はダメだと。で、しかも家から通える国立だっていう話になったから、で、それが選べるところが、当時とかあれだけど、群馬に住んでたんで、群馬大学か、埼玉大学、もしくは東京学芸、学芸大とか、で、筑波も、ギリ通えないことはなかったので、その辺をこう先生に言われたわけだよ。で、結果的に学芸大を選んで、ね、受けたんですけど、その当時の偏差値が多分ね、はっきり覚えてないんだけど15から20ぐらい足んなかったんだよね。もちろんその真剣模試とか模試によっても違うし、結果的にはでも普通に E 判定で、当たり前のように E 判定ばっかり、そうっていうとこからスタートしたの、受験勉強で。塾とか予備校にも俺は行ってなかったから、結局ね、高校の時一回も行ってないんで、だから自学というか自分の勉強だけでやってったんだけど、死に物狂いだったんだよね、本当に。あの1年だけは死に物狂いだった。だって高1校に遊んでたもん。そう、学校の定期テストだけやりゃいいやと思ってやってたし、舐めてたからね。でも結果的に本当に運よく、最後の方を1回だけ A 判定もらったけど、でも多分受験直前とか C 判定か B 判定で受けたんだよね、結局学芸。そうで、前期は落ちて、で後期でなんとか引っかかってね、で受かることができた。本当にギリギリな感じだよね、合格で。入ってみたらみんな、クラスメートとか俺より全然頭いいんだよ。高校の名前とか聞いて俺でも知ってるみたいな、え、そこの高校なのみたいなの子とかめっちゃいてね、あ、俺この場所でいていいのかなって思うぐらいのちょっと次元が違ったんだけど、でもそれでもなんとか受かったと。で、今回なんでこの話をしようか、ね、しようと思ったかっていうと、努力したら届くよ、勉強は。でも、みんな分かってることだけど、A 判定が出てる。ずっと A 判定、みんなに受かるって言われてる。でも落ちる子がいるんだよ、受験って。逆もしかりだよ。お前なんて受かんねえよ、ダメだよって。直でも E 判定でした、D 判定でした。でも受かる子がいるんだよ。それが受験だから。もちろんそこの運要素というか当日の出来次第っていうのもある、そこはあるけど、でも努力をして自分が受かったとこをしっかり想像して、そこを見て歩んね、しっかり歩みを進めていく。そしたら間に合うんだって、なんとかなるんだって、てかなんとかするんだって。それで
で、それがね、今回1個目のサブテーマの勉強のいいところにちょっとつながるんですけど、勉強もスポーツも努力次第でなんとかなるでしょ、ね、スポーツでもさ、努力してったら、練習してったら上手くなっていく。でも俺が個人的にスポーツよりも勉強の方がいいなって思ってることがあって、それは努力が結果に結びつきやすい。スポーツっていうのはもちろん種目にもよるしね、一概に言えないからちょっとこれは語弊があるかもしれないけども、生まれ持った才能というか、例えば身長とか手足の長さとか、そういったところが加味されることってあるじゃんか、スポーツって。やっぱりそれを努力でね、ひっくり返すこともできるけど、でも勉強っていうのはもちろん、なんかものすごい天才派でもいるわけだよ。なんでみたいななんでお前それしか勉強してないのにそんな取れるのみたいなのもいるんだけど、そういう子も。でもある程度やっぱ努力が結果につながりやすいんだよね。だからちょっとごめんね、パソコンがなんか起動しちゃって音入っちゃってるかもしれないけど、だから努力が結びつきやすいとこはすごく俺は勉強のいいところだと思っててね。なので今やっぱりこの時期ってもう夏休み終わるでしょ。で、夏休みが終わるっていうその直前って忙しくなる日々がやってくる。で、どんどん辛くなる。受験も近くなっていく。心理的プレッシャーがすごいかかるの、この時期って。で、実際9月始まったらやっぱりバタバタするから、どん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 追い込まれていく。そう。でもそんな中で自分のね、さっきも言ったように受かったところ、合格したところね、家族と友達と恋人と喜び合ってるところをしっかり想像して、で、一歩一歩進んでいく。人って空飛べないから、一気にピョンとはいけないんだよ。すごい先まで一歩ずつ歩くしかない、もしくは走るしかないのね。そうやって地道な努力をしてやっていった結果ね、そこにもちろんさっきも言ったようにみんながみんな受かるわけじゃないね、それが現実だから。でも一歩一歩着実に前に進んでいった結果、合格率は上がるから、それで必ず力はついていくからっていうのを信じてやってってほしいんです、こっからね。で、その下にサブテーマ2個目、折り返し、そしてここからと書きました。もちろんね、これはいろんな先生の言い方があるんで一概にはもちろん言えないんだけど、夏休みが終わった時がひとまず受験勉強の折り返しかなと勝手に思ってます、俺は。で、受験勉強ってマラソンだってよく話をするけど、マラソン走ってるじゃないですか。で、折り返しってことは今まで辿ってきた道をこう戻ってくるイメージなのね。で、その時に今まで来たのって結構下り坂なの、ずっと走りやすい。その下り坂だから勝手にこう勢いがつくみたいな。でもこっから折り返したら、下り坂来てるから上り坂だよね。しんどいぞ、本当に。心理的にも肉体的にも。でもそれを必死に耐えて頑張った先に、さっきも言ったように合格があるかもしれない。で、もし志望校に受かんなかったとしても、努力したものっていうのは必ず糧になる、何かしらのね。だからこっから折り返して辛い上り坂が始まりますけれど、その上り坂に苦しんでるのは一人じゃないから、みんな苦しんでるから、それに。で、それにしっかり耐えて、で、自分の中で何かを乗り越えて、何かを掴んで、で、受験本番を迎えてほしいなと思ってます。まだね、受験まで約半年、まあもちろん大学受験の子はもっと早いですけど、高校受験であればまだ半年ぐらいあるかな。9、10、11、12、1、2、まあ半年ぐらいあるよね。そう。で、こっからだよ。うん。で、おそらくすごく不安になる。うん、自分も俺も不安だったし、ものすごい特に大学受験は、不安だったし、すごい追い込まれてね、いろんな人に当たり散らしたりとかいろいろあったけど、でもそれも踏まえて今振り返ったらいい思い出になる、笑い話になる。で、俺の場合はね、こういう風な活動をしてるから、こうやってみんなに喋ることができる。だからまあ頑張ってよかったかなと思ってる、本当にね。で、自分は動画を配信すること、あとはいただいた相談とかに、まあ、全員はもう今返せないんであれですけど、できる限り返していくようにはしますので、まあね、いつも言ってるように直名、ね、メアドをツイッターとかにも載っけて、まあ、ここのね、動画概要欄にも載っけてますけど、とかに送ってもらえば、返せる子には返すようにしてきますので、あまり一人で抱え込まないように。で、周りに信頼できる先生、もちろんね、家族、で、恋人、友達、誰でもいいです。いるんであれば、しっかり頼ること。一人で抱え込んじゃダメだよ、受験勉強はね。で、いう感じでやってもらえたらと思っております。はい歯がゆいんですよ、結構。直接、最近特にそうなんだけど、もともと塾講師やってたんで、直接励ますことができたんだよね、
顔を見て、たくさん二者面談やってきたし、俺生徒とそうで励ましてたんだけど、それができないからさ、だからこうやって口だけでね、頑張れとか応援してるよっていうことしかできないんですけど、でもこういう立場ですけど本気で応援させてもらいますんで、みんな頑張ってください。俺もこの活動頑張りますんでね、一緒に頑張っていきましょう。では今回はハイチのダラダラジオ第102回とある男の受験の話というテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回が夏休み最後かな、多分まあ夏休み終わってる、早くね終わる子もいると思うんですけど、29日です。で、ちょっとね、まあ、こんな感じの話をしようかなっていうのも思ってるんですが、あと一個ですね、報告というかお伝えすることが多分ね、できると思いますんで、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。